日ソ中立条約。日ソ中立条約は、1941年、昭和16年に日本とソビエト連邦、以下ソ連の間で締結された中立条約である。日ソ中立条約は、略称で、正式名称は、大日本帝国及び、ソビエト社会主義共和国連邦間中立条約、大日本帝国、大日本帝国及び、 ソビエト社会主義共和国連邦間中、律条約とされる。相互不可侵及び、一方が、第三国の軍事行動の対象になった場合の、他方の中立などを定めた全4条の条約本文、及び、満州国とモンゴル人民共和国それぞれの領土の保全と、相互不可侵を謳った、声書から構成される。有効期間は5年であり、 その満了一年前までに両国のいずれかが廃棄を通告しない場合は、さらに次の5年間自動的に延長されるものとされた第3条。当時の日本は日中戦争、品事変下で日米関係や日英関係をはじめアメリカやイギリスなどと関係が極端に悪化しており、国交調整のための政府間での日米交渉が行われていた。当時の中ソ連大使。 統合を持ちながら後の東条秀樹首相、東条内閣の外務大臣は、ナチスドイツ及び、イタリア王国とのひどくい三国軍事同盟の締結に反対し、むしろ思想問題以外の面で国益が禁じする、日ソ両国が連携することによって、ドイツ、アメリカ、中華民国の三カ国を牽制することによる、戦争回避を起とし、日ソ不可侵条約締結を模索していた。ところが、 新英米派で、日独位三国同盟締結に、消極姿勢であった、与内内閣、与内三政首相が解散し、第二次、近衛内閣、近衛文丸首相が発足し、松岡洋介が外務大臣に就任すると、構想は変質させられ、日独位三国軍事同盟に続き、日ソ中立条約を締結することにより、ソ連を数軸国側に引き入れ、最終的には、 日独その4カ国による同盟を締結するユーラシア数軸、日独四国同盟構想によって国力に優位であるアメリカに対抗することが目的とされるようになった。当初、ソ連はこれに応じなかったものの、ドイツの大祖振興計画を予見したことから提案を受諾し、1941年4月13日、モスクワで調印した。ソ連側全権は、 ビャチェスラフ・モロトフ・外務人民委員、外務大臣、日本側全権は、陸軍軍人で中ソビエト連邦大使の立川、三井と外務大臣の松岡洋介が署名した。また、この条約の締結に先立ち、すでに第二次世界大戦の勃発により、西部戦線で、独移両国と交戦状態であった、日英海戦直前に、イギリスのウィンストン・チャーチル首相は、松岡に、 ドイツは、早晩、ソ連に侵攻することを警告している。実際に、ナチスドイツは、同年6月に、独ソ不可侵条約を破棄し、バルバロッサ作戦を完工し、独ソ戦に突入した。ソ連は、同年11月に極東に配備していた部隊を、西部へ移送し、同年12月の首都のモスクワ防衛戦に投入し、結果ドイツ軍は、ソ連軍の反撃により、 モスクワ全面で100マイル近く押し戻され、1941年中にソ連を崩壊させることを狙った作戦は失敗に終わり、ナチスドイツ崩壊への端緒となった。日本の配色が濃厚になっていた大戦末期の1945年、昭和20年4月5日、翌年期限満了となる同条約をソ連政府は延長しない、ソ連側は破棄と、 表現ことを日本政府に通達した。この背景には、ヤルタ会談にて秘密裏に対日戦線が約束されていたことがある。さらに、ポツダム会談で、ソ連は日ソ中立条約の残存期間中であることを理由に、アメリカと他の連合国がソ連政府に対日参戦の要請文書を提示することを要求した。これに対して、 アメリカ大統領ハリー・エスト・ルーマンは、ソ連首相、ヨシフ・スターリンに送った書簡の中で、連合国が署名したモスクワ宣言、1943年や、国連憲章103条106条などを根拠に、ソ連の参戦は平和と安全を維持する目的で、国際社会に代わって、共同行動を取るために、他の大国と協力するものであり、国連憲章103条に従えば、 検証の義務が国際法と抵触する場合には検証の義務優先するという見解を示した。この回答はソ連の参戦を望まなかったトリューマンやジェームズ・カイ・バーンズ国務長官が国務省の法律専門家であるジェームズ・コーヘンから受けた助言をもとに提示したものであり法的な根拠には欠けていた。通達後においても日本側は条約が有効と判断して ソ連の仲介による和平工作をソ連側に依頼した。ソ連はこれを無視し密約通り対日参戦を行うことになる。ソ連は1945年昭和20年8月8日、モスクワ時間で午後5時、満州との国境地帯であるザバイカル時間では午後11時に突如ポツダム宣言への参加を表明した上で日本が ポツダム宣言を拒否たため連合国の参戦要請を受けたとして、戦線を布告、事実上条約を破棄した。9日午前0時、ザバイカル時間をもって戦闘を開始し、ソ連隊に参戦、南カラフト、千島列島及び満州国、朝鮮半島北部等へ進行した。この時、中ソ日本大使館から本土に向けての 電話通信回線はすべて切断されており、完全な奇襲攻撃となった。具体的には、日ソ中立条約は、その第三条において、とされ、前半部にて、本条約は、その締結により5年間有効とされており、当該期間内の破棄その他条約の執行に関する、規定は存在しない。期間満了の1年前までに廃棄通告がなされた場合には、 後半部に規定される5年間の自動延長、6年目から万10年に相当する期間が行われなくなり、条約は万5年で終了するものと解するのが妥当解釈される。ソ連側は関東軍特殊演習、通称赤特演による日本の配信行為によって、すでに条約は日本側により破棄されたという見解を示していた。しかしアルタ会談でソ連が 対日参戦を秘密裏に決定した後の1945年4月5日、ソ連のモロトフ外相は佐藤直武中祖大使を呼び、日ソ中立条約を破棄する旨を通告したモロトフが佐藤に対して、蘇政府の条約破棄の声明によって、日ソ関係は条約締結以前の状態に戻ると述べたが、佐藤が条約の第三条に基づけば、 あと一年は有効なはずだと返答したのを受け、モロトフは誤解があったとして、日ソ中立条約は1946年4月25日までは有効であることを認めている。さらに、日ソ中立条約が破棄されるまで、ソ連は日本政府に対して日本が中立条約に違反しているとの抗議を一度もしたことがない。極東国際軍事裁判の決定については、 判事団中には、当事国、戦勝国としてのソ連から派遣された判事が存在し、裁判機関が全員連合国の国民内し、出身者らにより構成されているので、公平性、中立性の観点から問題があるとの評価もある。極東国際軍事裁判など戦後裁判の新決を受諾したサンフランシスコ講和条約、1951年9月8日、署名。 1952年4月28日発行に、ソ連側全権は出席せず署名もしていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。